セーバジル、オーシマムサンクタム、またはトゥルシはアーユルヴェーダなどで使われてきた強力なハーブ何千年ものインドの伝統的な医療。小さなラベンダーの花を持つ小さなヒジリバジル低木が考慮されます。インドの神聖な植物でしばしば崇拝されています。聖なるバジルの葉は洗い流す力が強いと信じられていました。体から毒素を出す。今でもインドでは人々はトゥルシ水、トゥルシの葉を一晩浸した水を持っています。または全体的な健康を改善するためにトゥルシの葉を噛みます。いくつかの健康製品は風邪、咳、およびインフルエンザの治療に役立つトゥルシ抽出物があります。